どうもマギカです。本日は演技作りの基本、モチーフを繰り返せという話をします。オリジナルアクトを作りたい方はもちろんのこと、そもそもマジックを芸術として理解するための第一歩でもあります。モチーフって何のことか、もともとは音楽用語で動機と訳されます。ざっくり言うと、その曲らしさを決定づける短いフレーズのことです。例えばベートーベンの交響曲第5番運命と言われたら何が浮かぶでしょうか。そう、今流れてますが、じゃ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 ーんがすぐ浮かびますね。これがモチーフです。そしてモチーフを繰り返すとは、このジャ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 ーンが少し変形したり音の高さが変わったりしながら音楽が続いていって、しかも定期的にジャ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 ーンと元の形に戻ってきます。これがその曲らしさを決定している短いフレーズという意味です。ここでもし定期的にジャ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 ーンが登場しなかった場合、一曲通してその曲らしさを束ねる要素がなくなってしまうので、後から何を聴いていたんだか思い出せなくなってしまいます。つまりは運命2小節の後にヴィヴァルディ2小節、バッハ2小節、モーツァルト2小節と次々に変わっていってしまうと、ここがどんなに名曲でもとっちらかってしまいます。さて、マジックに話を戻して具体的に理解できるようになりましょう。まずダブアクト、鳩のマジックショーの演技構成を考えてみます。ダブアクトの場合、定期的に鳩が出現する、これがモチーフで、モチーフをアレンジしながら繰り返します。つまり区切りとして鳩が出現出現出現となっています。出現した鳩は都度カゴに集められていき、最後カゴごと鳩が消えます。これが典型的な演技でしょう。大切なのは鳩が出現する、この区切りをつけるまでのアレンジの仕方です。例えば最初は手袋が鳩になる、今度はシルクが出てきて鳩になる、手袋とシルク、ちょっと演出を変えていますね。これもベートーベンのジャ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 ーンの後を聞いていただくと、様々に付け足しや変化などさせつつもジャ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 ーンに帰ってくる、これによく似ています。要は鳩の出現は毎度の小話のお決まりのオチで、お客さんも分かっているわけですが、オチがつくまでの話の作り方は自由です。つまりはドラえもんのアニメで毎度道具で解決するのは分かっているんですが、それでも新しい話を作れるのはいろいろなストーリー展開しつつオチで解決になるからです。今例示した以外にも、例えば手から火が出て反対の手に受け渡し、その火が赤いハンカチに変わって四国と白くなって、その白い布から鳩が出るのように、いくらでもストーリー展開できますが、最後はお決まりのオチを大切にしています。はい、まとめますと、お決まりのオチのついた小話集にするとまとまりの良いマジックショーになります。ただ時には意外性を狙ってオチを崩す場合があります。ダブアクトで言いますと、せっかく出現した鳩をテールトピットに入れて投げ上げて消す、これも意外性を狙いつつもダブアクトから離れない範囲、これを自分でチェックできるようになります。はい、最後になりますが、他のいろいろなマジックでも小話のオチは何なのか見つけてみてください。例えば和妻では定期的に和傘がパッと開いて出現します。そこまでの流れは、例えば扇子を指先でくるくる回して出現、蜘蛛の巣のテープをパーッと巻いて手繰り寄せて出現、扇子で紙吹雪を舞い散らして出現など、いろいろな流れがあります。鳩や和傘のようにプロダクションとも限りません。例えば演者の背後にあるテーブルに酒瓶があって、これが定期的に手元に来てしまうミスディレクション系、あるいは胸元の蝶ネクタイがいつの間にかなくなって戻ってきている、なくなって戻ってきているというような連続あるでしょう。それからクロスアップで言いますと、塩の瓶の下にコインが挟まっている、カードが挟まっている、コインアンダーザ、カードアンダーザという系統も
繰り返すほど面白くなります。マジックアクトの作り方、必ずしもこの法則が絶対ではありませんが、知っているだけで随分作りやすくなる、そしてとっちらかりにくくなるでしょう。参考になる動画を概要欄にも掲載しています。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。